はいはい、おはようございます、ゴレンさんです。本日は V ストロファンの1ヶ月点検に行こうと思います。本日7日ですね、2023年。去年のうちにもうオイル交換も終わらせたんですよ。1000キロ走ったんで、でオイル交換をする前のオイルの感じがこちら。はい、でですね、オイル交換した後のオイルの感じがこちら。はい、という感じでですね、結構ね汚れてたなーっていうのが印象ですね。で、オイル交換するときに、フィルターも交換したので、エンジンガードじゃないよ、アンダーガードも1回外したんですけど、アンダーガードを外すとオイルフィルターが見えるんですが、その時ですね、オイルフィルターの根元のところにですね、この写真を見てください。はい、こちら。オイルフィルタークーラー、水冷でオイルフィルターを冷やす装置がついていたんですよ。で、あ、これついてんだと思って、なんか V ストロームの1050 の、 アピールポイントとして書かれていたような気がするんですけど、ロカにもついてるんですね。へーって思いました。本日は、1000キロ点検をして、1000キロ点検が終わった後に、余裕があればいつものコースをぐるっと回ってこようと思っております。はい、ただいまの気温は9度、時間は9時33分ですね。はい、というわけで、ゾデフォン517店さんに来ております。で、1年だけ終わりました。特に問題はないんですが、ここのネジが1個緩んでたって言ってましたね。だから、カラカラ言ったのかな。あ、そういうわけでもないな。で、閉めといてくれたそうです。で、また走りながら行きますか。はい、はい、というわけでですね、車検証が、変わったってご存知ですかね。変わったんですよ。よし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 。車検証がね、電子車検証にね、変わったんですよ。電子、電子つったって、なんかペラペラだそうですね。私ネットで見たんですけど、硬いプラスチックの板なのかなって思ったんですけど、どうも違うらしくて、ペラペラらしいです。ただ折り曲げちゃいけないみたいな、そんな感じですね。で、1月の4日から施行されてるようで、で私のボイストちゃんはギリギリ12月に納車したんで、電子じゃないんですけど、でペラペラでチップがなんか貼り付いてるって、 NFC のチップですね。お財布携帯ので読み取れるチップが貼り付いてるということで、だからその車検証になったら、車検証をスマホで読み取って、スマホに取っておけるようなんですが、NFC でお財布携帯がついてないスマホだとダメなんですよ。財布携帯がついてなきゃダメなの。だから私のね、スマホレドミのノート 9S というやつでお財布携帯ついてないんだわ、これが。で、国はどうやらこのお財布携帯ありきで話を進めてるようで、なんとも、人ともかんともなんですけど、マイナポイントってあったじゃないですか、あったってまだやってるんですけど、何月までかな、なんか伸びたんですよ、ね、去年の年末までって言ったのに、今年2023年の1月だか2月だかに伸びたんですよ。
そのマイナポイントをやるにしても、もらうにしても、なんだかんだその、なんだかんだその、いやだね、ああいうちょろちょろ動いてくるの人、その、お財布携帯が必要ということで、ちょっとね、どうしようかなって、まあ、これを機に、もう2年ぐらい使ってるから、最近ちょっと動きが怪しいというのもあって、スマホのね、スマホの動きがね、なんか馬娘やってると落ちるんですよ。それがストレスでね、もう買い替えちゃおうかなとか思ってたんで、買い替えちゃってもいいんですけど、マイナポイントがね、2万ポイントもらえるらしいんですね、最大。でもなぁ、そのためになんか4万円のスマホに買い替えるっていうのもなぁ、マイナス2万円じゃねえかっていう。でも考えようによっちゃ、2万円で、新しいスマホに買い替えることができるという考え方もありますわな。4万円のスマホに2万円で買い替えることができると。という考えもできますわな。なんかね、もう嫌になっちゃうね。なんでこう、日本の、そういう、なんだろう、行政のやり方ってね、そういうわけわかんねえことすんのか。NFC カード必須みたいなさ、そういうやり方すんのかよくわかんねえんだけど、マイナポイントももらえないし、車検証もスマホに取り込めないしとかさ、どうなってんだよっていう。お財布携帯って、これ、ガラ系でしょ？ガラシステムでしょ？日本独自のシステムなんじゃないの？わかんない。海外で使ってんだか使ってないんだかわかんないけど。だからね、もう、いやもう本当嫌。国のやり方って本当嫌。NFC、今ついてんの？普通皆さんのスマホには NFC が。 iPhone もついてんの？ついてんのかな。もう iPhone はついてそうだな。 iPhone 高いからね。 iPhone 基準に考えてんのか。悩み中ですよ。レドミの11 Pro かな。レドミ11 Pro、 まあさあ今一番新しいやつで、お財布携帯もついてるっぽいんですけど、なんかもうすでにレドミの12、12が出始めるんじゃねえかみたいな、そんなね、そんなあれもあるんですよ。なんで今買っちゃうとすぐに肩遅れになっちゃうみたいな、そういう噂もありますしね。でもね、12を待ってたらマイナポイントのあれが終わっちゃうみたいな、まあ、そういうのもありますね。いやー、弱ったもんすわ。しかしあれですね、4000回転縛りがなくなったんで、5000、6000回せば、こういう街中の発信時に結構あれですよ、気兼ねなく行けますよ。奈良市の4000の縛りがなくなったんで、あれですね、こういう信号からのダッシュするときに、発進時にですね、気兼ねなく回せるので、車をね、の後ろを気にする必要があんまりなくなったので、すごく楽ですね。4000回転だとね、さすがにね、後ろの車にちょっと迷惑かけちゃうかなっていうのはあったんで、そこはね、いい感じですね。はい、点検終わりまして、ただいまの時間は10時40分ですね。気温は10度。だいぶ暖かくなってきました。あれ、オドメーターが1163、オドメーター表示になってる。44.5 キロ。気持ちいい。はい、ですね、実はですね、前回、奈良市が終わった後、高速道路をね、ちょっとね、いい勢いで走ってたんですよ。ちょっといい勢いでね、走ってたんですよ。したらね、
ちょっとね、リアがふかふかっていうか、リアがね、ボヨンボヨンするかなっていうのと、フロントの落ち着きがちょっと悪いかなっていうふうに思ったんで、リアのプリロードを10ノッチぐらい硬くしました。全部で何ノッチあるか分かんないですけど、カチッって言うんですよ、カチッって。それを10回分、カチカチカチって、10回分やって、で、今日それで走ってるんですけど、足つきはね、そんなにね、プリロード固めたんですけど、そんなに悪くはないかな。でもちょっと、若干は悪くはなってるんですけど、そんなびっくりするほど悪くはないかなっていう、そういう感じですね。で、これで帰り高速道路走るんで、で、またリアの落ち着き具合とかフロントの落ち着き具合を確認してみようかななんて思ってます。今トラクションコントロールが1なんですね。トラクションコントロール1、これを2にしますか。2に、はい、2にしました。アクセルを閉じないと変えられないみたいです。で、セレクト、トラクションコントロールを2にして、これでちょっとコーナーをね、ブイブイ走ってみようと思います。はい、この先ちょっとしたコーナーがあるんですが、今トラクションコントロールを2にしてあります。で、このトラクションコントロールが効くと、メーター内にタコメーターの方だと思うんですけど、トラクション TC っていうオレンジ色のランプが点滅するはずです。では行ってみましょう。2速、つかないですね。つきました。私、前も見なくちゃいけないんで、メーターだけを見てるわけにはいかなかったんで、あれなんですけど、つきましたかね。ついてない気がする。後で編集時の私がきっと見てくれると思うんですけど、多分ついてないんじゃないかな。じゃあ今日はこのままトラクションコントロール2で走りましょうか。トラクションコントロール1は普通の晴れた空、まあ、オフはオフなんですけど、1は晴れた空、晴れた空っていうか晴れた日、路面の乾いてるところがトラクションコントロール1 で、トラクションコントロール2は路面が濡れているところとか、気温が低い時とかも使いましょうっていう風に書いてあるんですね。今ね、気温10度なんで、そんな低くもないので、あんま意味ないっちゃ意味ないんですけど、まあいいっすわ。今日はトラクションコントロール2で行ってみましょう。しかし、Vストローム6冠はね、ちょっと一癖ありますよ。まあ重いっていうのもあるし、まあ、CB1300 とか乗ってる人から比べたら、CB1100 とか、そんな重くはなんかねえよって言われちゃうかもしれないんですけど、まあ、私にしてみれば重いんですね、普段 SV6 冠乗ってるんで。私が買ったバイクの中で一番重いんじゃないかな、これ。多分そうだと思う。あまりそんな重量級のバイクを買った記憶がないので。あとポジションね、ポジションが、でもこれ私ポジションが2センチローダウンして2センチアンコ抜きしてるんで、ノーマルのポジションとは違うんですけど、ポジションがね、座ると腕が遠いんですよね、結構。だからもうちょっと手前になるハンドラップスペーサーとかも入れたいなと思うんですけど、ケーブル類が見たんですけど、結構パッツンパッツンについてて、いやこれは無理だろうっていうぐらいパッツンパッツンについてて、下手したら壊れちゃうよね。あのハンドル切った時に、あーんって言って、ハンドル切った時になんか変な負荷がかかっちゃいそうな感じだったんで、ちょっと怖いからやってないんですけど、それはバイク屋さんにね、今日行った時にちょっと来ちゃうように、バイク屋さん忙しいからな、土日は。まあいいや、後でメールで聞こう。というのもありまして、ポジションもなんかね、足はいいんですけど手ですよね。手がね、遠いんだよな。もうちょっとこれぐらいこれぐらいになってほしい。そうですね、もうちょっとね、こうこんな感じになってくれると嬉しいな。だから2センチアップ、2センチバックみたいな、そういうのはつけられればいいんですけどね。
バイク屋さんでやってもらうといくらぐらいかかるかな。このハンドラブスペーサー自体は数千円で買えるんですけど、ケーブル類をの延長しなくちゃいけなかったりとかいうのがあるんで、どうかな。まあ、今のままでも乗れなきゃな、乗れないことはないから別に言っちゃいいんですけど、楽だろうなと思いますね。まあ、そもそも手足の長い欧米人向けに作られてるんで、私のようにね、超日本人体型の超昭和の日本人の体型のね、乗るとね、なんかね、あちこち足んねえなーっていう私の手足の長さがちょっと足んねえなーっていう、そういう感じになりますよね。癖があるなと思うのは燃費ですね。燃費今 21.5 キロですね。 55.8 キロ走って平均燃費は 21.5 キロなんですけど、燃費はね SV ほど伸びないですよね。 SV だったら多分25ぐらい出てんじゃないかなっていう気がするんですけど、これもねある程度半年ぐらい走ったら平均燃費を出したいなとは思ってはおりますが、なんかねそういうやつってショート動画ってやつですか、ああいうので出した方がいいのかな。なんかねおじさんだからねよく分かってなくてね、ショート動画っていうのはできるのショート動画って収益どうなってんのだってあれ CM 挟まないじゃないですか。 CM 挟まないのに収益ってどうやって出すの、よくわかんないわ。で、癖があるって言えばこのウィンカーのレバーですよ。ウィンカーレバー、こう斜めになってんですよね。斜めに来ていってこうなってんの。だからこっちからこっちに押すときは引っかかりがあるからいいんだけど、こっちからこっちに右から左に押すときは引っかかりが少なくてすごい出しづらいんですよ。なんでこんなことしたのかよくわかんないですけど、あれどうにかなんねえかな。まあ、慣れてくればある程度はいけると思うけど、もう慣れを必要とする時点でスイッチとしてはダメですよね。でね、加速がね怒涛なんですよ。2速で怒涛の加速をするんですよね。これね、SV もドドドドっていくんですけど、これはなんか機関車みたいな感じでグワーっていう感じでいきますね。やっぱトルクが下の方に振ってあるし、トルク重視のエンジンだから、SV は私21年モデルなんですけど、やっぱスポーツモデルなんで高回転高出力型のイメージはちょっと残ってるんですよ。それにしても中低速はある方だと思うんですけど、それに比べると V 走も本当に中低速全振りって感じですね。ちょっとここ今道がねこう左下に下がってるんですよ。こう斜めになってるんですね。こう全体的にで左足を今ついたんですけど、ちょっと遠いかなっていう感じですね。やっぱりプリロードを10ノッチ分固めたんで多少は遠くなったかなっていう、そういう気がしますね。でここで加速、あトラクションコントロールついた今トラクションコントロールつきましたね。4速からの加速でこの辺につきました。やっぱトラクションコントロール2にすると結構介入してくるんだな。でも介入したからといってなんか感じるかって言われるとあんま感じないそういうものなのかなっていう、そういう気がしますね。3速、2速でフル加速、あこれはつかないんだ4速でフル加速したらついた。あちょっとバンクしてたからかな。なんかねいろいろと面白いですね。バスが走ってる分にはつかないのかもしれんっす。はい、道の駅木更津でございます。くる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 、ん揚げ餅。
そういえばエンブレは SV より効きますね。エンブレ強いです。 SV でもエンブレ強いって結構言われてる方いらっしゃるんで、それよりも強いっていうことは結構なエンブレなのかなという気がします。私は SV のエンブレも慣れちゃったんで特になんとも思わないんですけど、でもこの V ストロー缶のエンブレはやはり強いなって思いますね。まあ慣れですよね。慣れちゃったら気にならないし、すでに13度ですね。今の時間は11時24分ですね。今日は軽い、あったかいね今日ね。13度もあれば電熱グローブもグリップヒーターもいらないですね。はい、くねくね道に入ってまいりました。ちょっと路面が濡れてますね。昨日の夜雨降ったのかな。コンディションはいまいちですが、はい、やはりですね、くねくね道、プリロードを10ノッチ分硬くしたんですけど、その方がこうシャキッと走る感じがしますね。何がどうっていうんじゃないんですけど、こうシャキッと、うん、すいませんね、語彙力がなくてシャキッと走る感じがしますよ。はい、コーナーがやってきますよ。ボーンボーン2速。あ、トラクションコントロールついた。3速2速。おー、ついたついてる。思いっきりトラコンついてる。いや、トラコン2にするとやっぱ介入してくんだな。おーほー入れ違えない。はい、トンネルに入りました。ライトの塩梅はこんな感じですね。わかりますかね、こんな感じ。結構明るいと思うんですよね。工事これで合ってると思うんですけどね。はいはい、右コーナー来ますよ。うーん、あ、なんかやべえ、これ何凍ってんの。凍ってるっぽくない。なんか撒いたのか、塩辛か、塩辛撒いたのか。やべえな、帰ったら洗車だな。はい、路面の悪いところですね。後ろリアをちょっと固めてどうですか。ああ、悪くないですね。そんな変わんないですね、リアプリロード全抜きと比べても。はい、コーナー来ました。もう4倍4、2速、右回って、切り返して、加速、トラクションコントロールつかなかった。ちょっとね、正面からトラック来たんでビビった。はい、さっきからくねくね道走ってますけどね。楽しいっすね。この間 SV の方が楽しいなみたいな話をしたんですけど、まあ SV の方が確かに楽しいっちゃ楽しいけど、 V ストでも十分楽しいっすね。ブイーンとブーン、ブイーンとブイーンと。気温が9度まで落ちてる。なんか手冷てえなと思ったら、グリップヒーターと電熱グローブ入れました。はい、この山の中は気温が下がるね。はい、それではしましまコーナーが、しましま上りコーナーが、路面濡れてる。2速トラクションコントロールもつかないですな。これぐらいじゃつかないんだね。いまいちこのトラクションコントロールが何きっかけでつくのかがよく分かってない。タイヤの横滑りを検知してどうこうだよね、確かね、トラクションコントロールって。バイクがどういう時に横滑りするのかが分かってないんだな。タイヤはね、ブリヂストンの、あ、サルだ、サルサル、あ、サル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 
でも道路に出てくるっていうことは食べ物が少ないから人がいるところまで来ちゃうのかな。山の中で食べ物が潤沢にあればこんなとこ出てこないもんね。上からね、もう冬だしね、あんまり動きたくないだろうに。登り山速650ありゃ3速でも登るんだよな。2半じゃ3速じゃ登んない結構きつい登りなんすよ、ここ。路面が濡れ濡れですな、怖いですな。アドベンチャーバイクとはいえアドベンチャーバイクだからってタイヤだよね。タイヤの性能によって左右されるから。じゃあ V ストローカーの次のタイヤ何にしましょうね。今履いてるのがブリヂストンの A40 っていうやつで、でもうブリヂストンから次の A41 っていうのが出てるんですよね。それもね、結構ね、どうなんだろうとは思うんですけど、でもやっぱ本命はミシェランのパイロットロード6かな。ミシェランも一度は履いてみたいですね。あれ、くねくね道を走ってんのに燃費は上がってる。 22.3 だってよくわからんのね、このブリヂストンの燃費計は。さっきから3速4速で走ってんのに、ブイーンとブレーキ曲がって加速、これは神社なのかな。違うか、山に入るための入り口か、山神様かな。はい、 TC マークはここについてるんですね。はい、 93.9 キロですが、燃料系のメモリが一つ減っていることに気がつきました。あれ、サイドスタンドで横にしてたから一つ減ってんのかな。まあ だいたい100キロくらいだからこんなもんですね。今日は回してるし、今 98.2 キロ走っておりますが、ちょっとね、背中が痛いですね。ちょっとだけね。やはりハンドルが遠いのかな。どうしようかな。ハンドルアップスペーサーか。今11度ですが、風がね、冷てえですね。11度ですが、グリップヒーターも電熱グローブもオンにしております。風が刺すように冷たい。つま先がちょっと冷たいですな。今 108.4 キロ走ってますが、平均燃費は 22.9 まで上がってます。6速58キロで走っておりますはい、V ストロー缶ですが、エンジンがこう4000を超えてこう回していくとですね、こう、ああこれは SV と同じエンジンなんだなっていうのをちょっと感じますね。このバラ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 っていう感じが、ああ同じだ同じだって思いますね。味付けはやっぱかなり違うんですけど、回り方が似ているなって、そういう風に感じます。はい、かまぼこ来ます。ドン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 、リアを10のちょうど固めにしました。ドン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 、はい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 、うん、そんな変わんないですね。完全にフィロード抜いちゃうのと、あ、足つき以外はそんな変わんないのかもしれないですね。ドン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 、うん、いいですね。 V ストローク缶の足はドンドンと、はいはい。6速100キロですが、やはりビシッという感じがします。フリーロードを最弱にしてた時はやはりちょっとふわふわした感じがあったんですけど、10のちほど固めたのでビシッとした感じだと思います。V ストローク缶はね、あ、まかり、海浜まかりのパーキングです。V ストローク缶はね、結構ね、ドキッとすることがね、たびたびありますね。V ストローク缶や SV6 缶だったらドキッとしないんだけど、V
クリプトの感はドキッとすることが結構あります。フラットね。はい、本日の走行距離は 173.6 キロ、平均燃費は 23.1 ですね。ガソリンは 7.44 リットル、ありました。173.6 で 7.44 リットル、平均燃費は 23.1 という感じでございますね。はい、それではお疲れ様でした。本日はこの辺で、バイバーイ。